ウェブ通信を管理するクッキー。おはようございます、マサルです。今回はクッキーについて一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成26年秋問い81。クッキーによって得られる利便性の例として適切なものはどれか。 A、 あらかじめ読者として登録しておくと、登録したジャンルや指向に合った内容のメールだけが自動的に配信される。 E、 インターネットの検索エンジンで検索すると、検索結果に加えて関連した内容の記事や広告も表示される。 U、 自分のブログに他人のブログのリンクを貼ったとき、相手に対してその旨が自動的に通知される。 A、 利用者が過去にアクセスしたウェブサイトに再度アクセスしたときに、その利用者に合わせた設定でウェブページが表示される。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 利用者が過去にアクセスしたウェブサイトに再度アクセスしたときに、その利用者に合わせた設定でウェブページが表示される。こちらがクッキーによって得られる利便性の例です。それでは解説していきます。クッキーとはウェブサーバーからの情報をウェブブラウザで一時的に保存する仕組みのことを言います。ウェブサーバーがクッキーをクライアントに与えることで、ウェブサーバーがクライアントを識別できるようになります。実は皆さんもオンラインショッピングを使うときなど、クッキーの情報を使うことで便利に買い物していたりします。例えばお買い物をするクライアントがオンラインショッピングサイトを訪問すると、オンラインショッピングサイトのウェブサーバーはクッキーと言われる情報をクライアントに送ります。クッキーの情報を受け取ったクライアントはウェブブラウザにクッキーの情報を保管します。その後クライアントが特定の商品をカートに入れたとします。ウェブサーバーからすると、このクッキーの情報を持っているクライアントの操作によってカートに商品が追加されたと理解することができます。さらにその後クライアントがもっと良い商品がないかなと別のサイトに移動したとします。しばらくしてクライアントは最初のオンラインショッピングサイトで商品を購入することに決めました。再度オンラインショッピングサイトを訪れます。この時クライアントからはウェブブラウザに保管したクッキーの情報を送ります。ウェブサーバーではクッキーの情報をもとにクライアントを識別することができるので、クライアントに紐づいたカートの情報をクライアントに提供することができます。このような仕組みがあるおかげで、お買い物をするクライアントは再びカートに商品を入れることなく買い物をすることができます。つまりクッキーを使うことでクライアントの利便性を高めることができているということです。それでは先ほどの問題を見直しましょう。クッキーによって得られる利便性の例として適切なものはどれか。正解は A、 利用者が過去にアクセスしたウェブサイトに再度アクセスしたときに、その利用者に合わせた設定でウェブページが表示される。こちらがクッキーによって得られる利便性の例です。それではクッキーに関する別の問題にもチャレンジしてみてください。 IT パスポート平成29年秋問い91。クロスサイトスクリプティングなどの攻撃でクッキーが漏洩することによって受ける被害の例はどれか。 A、 PC がウイルスに感染する。 E、 PC 内のファイルを外部に送信される。 U、 ウェブサービスのアカウントを乗っ取られる。 A、 無線 LAN を介してネットワークに侵入される。どれが正しい選択肢でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U、 ウェブサービスのアカウントを乗っ取られる。これがクロスサイトスクリプティングなどの攻撃でクッキーが漏洩した時に受ける被害の一例です。先ほどの説明ではクッキーで利便性を高めることができるというメリットについてお話ししました。しかしクッキーは便利な反面、悪用されてしまうとアカウントが乗っ取られるなどの被害に遭ってしまう可能性があります。例えば過去の動画でも説明したクロスサイトスクリプティングという攻撃によってウェブブラウザに保管していたクッキーの情報が盗まれてしまう可能性があります。もしクッキーの情報を盗まれてしまった場合、ウェブサーバーはクッキーの情報をもとにクライアントを識別するので、攻撃者を正規のクライアントであると識別して本来送ってはいけない情報を送ってしまう可能性があります。クッキーは便利な反面、悪用されるとアカウントを乗っ取られる可能性があるので注意が必要です。では問題を見直しましょう。クロスサイトスクリプティングなどの攻撃で
クッキーが漏洩することによって受ける被害の例はどれか。正解はウェブサービスのアカウントを乗っ取られる。こちらが被害の一例です。それではここでブレイクタイムです。問題とはあまり関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回はインターネットを利用していると表示されるこのクッキーを受け入れるのか拒否するのかという表示画面についてお話ししたいと思います。結論から言うと、自分専用の PC ならクッキーを受け入れても OK、 しかし共用の PC ならクッキーを拒否するというのが私の考えです。詳しく説明していきます。クッキーは先ほど説明した通り、クライアントの利便性を高めることができます。しかしインターネットカフェなど PC を不特定多数の人が利用する場合、その PC でクッキーを利用してしまうと、自分が使い終わった次の人が自分のクッキーを使ってしまう可能性があります。なので共用 PC ではクッキーを許可しない方が良いですね。さらにクッキーに関してはもう一つ覚えておきましょう。 IT パスポートの範囲から外れることになると思いますが、クッキーには2種類あることを知っておくと良いかもしれません。2種類のクッキーとは、ファーストパーティークッキー、そしてサードパーティークッキーです。この2つは誰が作ったクッキーなのかによって分かれています。まずファーストパーティークッキーは、今まで説明してきたようなクッキーです。ショッピングサイトの場合、ショッピングサイトを運営するウェブサーバーが作ったクッキーがファーストパーティークッキーにあたります。しかしショッピングサイトの中を見てみると、サイトの中に広告枠を持つような場合がありますよね。それらの広告に関する通信は別のサーバーによって行われていて、そのサーバーが発行しているクッキーがサードパーティークッキーです。サードパーティークッキーはユーザーの利便性というよりかは広告の効果測定で利用されることが多いクッキーです。サードパーティークッキーではユーザーにクッキーを与えることで、どんなユーザーがどんな広告を見ているかなどの情報を収集して広告の効果測定をしています。ユーザーからすると勝手に情報収集されているようで少し嫌な気持ちになりますよね。そこで現在はプライバシー保護の観点からサードパーティークッキーの利用に関する規制が強まっており、将来的にはサードパーティークッキーが廃止される見通しになっています。それでは最後に復習をしましょう。 IT パスポート平成26年秋、問81、クッキーによって得られる利便性の例として適切なものはどれか。正解は A、 利用者が過去にアクセスしたウェブサイトに再度アクセスした時にその利用者に合わせた設定でウェブページが表示される。こちらがクッキーによって得られる利便性の例です。もう一問、 IT パスポート平成29年秋、問91、クロスサイトスクリプティングなどの攻撃でクッキーが漏洩することによって受ける被害の例はどれか。正解はウェブサービスのアカウントを乗っ取られてしまう可能性があります。クッキーの取り扱いには十分注意しましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしました。ネットワークやセキュリティを一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。